皆さんこんにちは、橋本美香です。今日はじゃん先日アップしたですね、こちらの100円ショップセリアの新色とですね、ダイソーの新色、どちらもこういうファイバーが中に入った、こっちはフラッフィーという表現、こっちはベルベットっていう表現なんですけど、そういうちょっと質感ジェルっていうのがあって、でどっちもねグレーとピンクが出てたんですよね。でこれすごい似てるなと思ったので、今日はこれを比較レビューしたいと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。でどっちも同じカラージェルになります。ベース、トップは別で必要。容量は 3.5ml って書いてますね。セリアの方はね、そう、容器が変わったりしたからちょっと変わってる可能性もあるな。まあでもそんなにね大差がね意外とないはず。こちらのチップに塗っていきたいと思います。フラッフィーカシスとベルベットピンクを比較するか。じゃーん、これがダイソーですね。ベルベットがね、どっちの100均からも出るっていうのがちょっとびっくり。こんな感じ、一回硬化します。でこっちです、ベルベットピンク、やっぱ似てる。ほら、色の感じとかも似てる。これ肉眼で見た方が似てる気がする。この画面越しよりも。あ、でもね、ちょっと違うかな。あ、違うか。全然違うか。違うんかい。けどね、すごくね、似てます。こっちの方がピンクがちょっと明るいというか、こう、濁ってない感じに見える。はい、硬化します。チップの上だと分かりにくい部分もあるので、この辺出してみるか。やっぱ色味がちょっと違うか。これがダイソーです。ちょっとね、薄く塗り伸ばして、このファイバーの感じとか。こんな感じ。で、こっちがセリア。あ、まあ、色が、やっぱこっちの方が明るいかな？どうなんだろう、毛の量もセリアの方が少し少なく見える。てかこう、テクスチャーの問題かもしれないんですけど、サラッとしてるんで伸びやすいですね。こうなんか偏らないで伸びやすい気がします。あ、まあ色が違うな。こっちの方がファイバー自体の色もベースの色もエンジっぽい感じ。エンジというか、まあなんだろう、ブドウワインみたいな感じの色で、こっちはね、もっとこう、明るい、元気なピンクな感じですね。ああ、でもベースの色がちょっとミルキーなので、若干濁って見えるから似てたって感じ。比較。ああ、やっぱ違うか。ちょっと違いますね。お、なんかこの2色可愛い。2つ一緒に持ってたら。結果、どっちも買うべしっていう。はい。じゃあ次。次々。グレーはね、無彩色なんでね、変化起こしにくいんじゃないのっていう気もしますが。まずは、こっちの、100均、ダイソーの方。こんな感じですね。結構ね、この、ファイバーの色がね、黒いんですよね。いっぱい塗りすぎたかな。まあまあいいや。こんな感じ。ちょっと偏っちゃったけど。はい。一個。セリアの方、行ってみよう。おー、やっぱ似てるよね。テクスチャーがセリアの方がサラサラですね。ダイソーの方がね、こってりしてる。です。まあだから、なんか、毛みたいなのが入ってた。多分私のチップについてたのかな。なんか入ってる。なんかね、ダイソーの方が、テクスチャーが硬いので、ね、横に流れたりしにくくて、爪にピタッと貼り付く感がある。ので、塗りやすい気はするんですけど、こういうベルベットとかが入っているジェルだと、テクスチャーが硬いとね、さっき言ったみたいにこう、ムラになりやすいんですよね。なので、セリアのやつの方が、まあ、ファイバーをまんべんなくささっとするにはいいかもしれない。硬化しよう。ダイソーの方は、ほら、毛がね、こういう感じなんですよ。なんか、まあ、グレーなんだけど、濃いグレーな感じ。セリア。
似てる、めちゃくちゃ似てるけどベースの色がちょっと違う。こっちは毛の色が濃いですね。黒くていっぱい入ってて、ベースの色はね、ほとんどなんていうのか、ミルク色っぽい感じですね。で、それが混ざってグレーに見えるみたいな感じな気がします。で、一方セリアはそもそもこのファイバーの量がやっぱりちょっと少ないくて、で、ベースのカラーにも、グレーの色が乗っています。似ているがちょっと違うというのが分かりました。はい、どっちがどっちでしょうどっちがどっちでしょう。こっちがダイソーでこっちがセリアですね。なんかやっぱちょっと仕上がりの感じが、イメージが違いますね。じゃあちょっとトップを塗って爪の上に乗せてみますか。はい、ということでノンワイプトップジェルで、普通のトップだけだと面白くないので、今回は半分マットにしてみようと思います。こういうベルベット系とマットって相性いいので、マット半分、ツヤ半分でちょっと比較ね。はい、ちょっと一旦硬化してツヤを塗っていきます。じゃあ硬化します。はい、ということでこんな感じ、半分だけマットになってるんですけど、マットも可愛くないですか。右半分がマットなんですけど、マット可愛いでしょ。結構おすすめです。はい、こんな感じでちょっと色がね違いました。あとファイバーの量とテクスチャの硬さも違ったんですけど、同じ手の中でこういう風に色を変えてとかで使ったりしても全然違和感なく使える感じです。こっちがどっちだろう。あ、こっちがダイソーですね。こっちがセリアか。さっきと逆になっちゃったけど、こんな感じです。やっぱ毛の量が違うかな。どっちが好みって人によって違うと思います。ピンクはね、確かにちょっと毛が多い方が可愛い気がしたけど、なんかグレーはなんか毛が少ない、こっちの方が可愛い気がするんだよなまあ好みだと思いますが、こんな感じです。はい、動画を最後まで見てくださってありがとうございました。楽しんで見ていただけてたら嬉しいです。他にも100円ショップの新色だったり新商品だったり、あとはそれ以外のこともいろいろ動画にしていますので、ぜひチャンネル登録と、いいねを、噛んでしまいました。いいね、よろしくお願いします。それでは、橋本美香でした。バイバーイ。